カッシオペア、あるいはカッシオペアは、ギリシア神話に登場する女性である。日本語では、カッシオペア、カシオペアとも表記される。エティオピアをケーペウスの日で、アンドロメダーの母。カッシオペアとアンドロメダーの物語は広く、知られているが、カッシオペアの夫が誰であるかについては、異説も多い。ウラノメドリアカッシオペアは、自分の美しさを鼻にかけ、 ネーレイスたちよりも美しいと自慢した。しかしこの言葉がネーレイスたちの怒りを買い、ネーレイスたちは渡つみ、ポセイドーンに訴えた。そこで、ポセイドーンは海の怪物を送って、エティオピアを荒らさせた。このため、ケーペウスとかシオペアは娘を、怪物の生贄にに教さなければならなかったが、アンドロメダーは、英雄ペルセウスによって救い出されたとされる。ちなみに、 ヒュギーヌスはカッシオペアが自慢したのは自分の美しさではなくアンドロメダの美しさであったとしている。ヒュギーヌス64ありがとうございます。